おはようございます。ティアタ回します。ポケモンフチータダンジョン90代ダックスやっていきたいと思います。というわけでね、体験版の方はすでにやりまして、その体験版の方データを引き継いだという形になります。というわけでね、みんななんか最近なんか夢が決まってんだって、このゲーム早速その話する。というわけでね、新作、僕このゲーム結構好きなんですよ。 DS 版やったんですよね。なんでね、DS 版をね、懐かしみながらゆったりプレイしていきたいと思います、動画でね。おそう、チームとかね、これ体験版続きからになってます。ね、続きからね、ストーリーやっていきましょう。ん？また夢を見てるのかな。またあの人だ。ん？なんか語りかけてきたような。うまく聞き取れない。なんて言ってんだろう。うわ、言うてる。地震かな。わあ、かなり恥ずかしいなってきた。夢にしちゃ随分リアルな感じだけど。これでストーリーが進みますね。戻してきました。で、体験版がね、体験版のストーリーのとこまで進みましたね。はい。まあ、とりあえずね、まあ、もうあらすじは皆さん知ってると思うんで、そのゲーム自体の。ちょっと進めた体験版のとこですね、これ。ここがまでが体験版の場所になります。ダグトリオです。はい。昨日地震があった後、ね、ディグダが襲われまして、はい。体験版知ってる人は知ってる。7分で終わる体験版ですからね。はい。高い山の頂上に連れ去られたんですと。そして、そのね、高い山に、ヤームド来たー。このヤームドが初見殺しなんだよな覚えてるぞ、ヤームド。初見殺し。とても凶悪なやつに気をつけ。なんかね、やっぱ製品版になってから、体験版より、こうやって怒る演出とか、ちょっと演出面が強化されてますね。はい。そして潜っていく。突然だったね、断る暇がなかった。さあ、ストーリーが進みます、ここから。今までは体験版ここまでですというメッセージが出たんですけど、来ましたよ。こっから進みます。おはようしよう。ちょちょ、おはよう。え？今さっき救助頼まれたの？そうです。私たちのこのディグダがさらわれたんです。場所は鋼山の頂上です。何卒よろしくお願いします。では。慌ただしいよね。なるほど。そう。というわけでね、ディグダを助けに行くというね。三つ目のダンジョンになります。これで行くことになりますよ。さあ、ストーリーが今から進むんだ。始まる。俺の製品版が。なんで俺道具箱開いてんだ。さあ、製品版始まった。こっからが本当の勝負だね。いや、もうこの BGM。懐かしいよな。これ DS やってるとかするとこの音源の違いでさ、感動するんだよな。ここか、鋼山は。ここの頂上にディグダがいるんだね。そうです！頂上は9階です。だっけ長いなこれ、やっぱ、さ、序盤の鬼門だよな。こうしてみると、序盤の鬼門だよね、ヤームドってね。行こうか。行こうか、しおちゃん。さ、ね、鋼山来ました。じゃあね、ゆっくり探索していこう。ヤジロンがいんのか。ね、ここはね、この猫魂が 2マス先まで届くんで、これでね、まず牽制しず、目の前にいますんで、草結びでね、弱点を取りたいと思います。あ、結構効く。火の粉を避けられる。よ、あ、待って。結構強くない？ 9 ダメージ食らうんだね。結構強いぞ。チャンボイス。あー、2発で倒せる感じか。いや、結構強いぞ。気をつけないとね。うわ、バルキー。うわ、11結構食らうぞ。結構難易度高め？もしかして。やば。結構雑魚敵が強い。今まで、正直レベル14って結構上げたと思ったんだけど、そういうわけでもないね。うわ、見た目変わった。頂上が近くなってきたが見た目変わったね。いや、怖いなぁ。6階か。まだまだ。あと2、あと3回やらないとダメなのか。よし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 、怖っ。え、なんか早ないあいつ。やべ。
素早さ早いやつがロックアットとかしてる。ロックアットって見えてたな。やばいやばいやばい、2倍速やばい、倍速こわ。いや探検隊でさ、なんかスピード素早さ上げんのマジで強えからな、ほんと怖え。よっしゃ来た。いやー怖いなー、正直怖いよ。あしよう、あそこに出くだか、あんなのごめん、あぜ、もうすごいなー、絵が綺麗、絵本のタッチやけど綺麗って思える。こ怖いです。お来た、やみー、エアミー、あんたたち何しに来たざますか。ディグダンを助けに来たんだ。エアムド、悪さしないでディグダンを離すんだ。何言ってるざます、悪いな、こいつらざます、毎晩地震が起きて怖くて安心眠れないでざます。それもこれもこいつらが地底で暴れるからざます。それはち違うと思うよ。確かに最近そのよく地震は起きるけど、でもディグダたちが地形で暴れたから地震は起きないと思うよ。うるさいザマス、文句あんなら勝負ザマス。ダメだ、エアムのは興奮して話にならない。ここは戦うしかないか。来たー、うわーボス戦だー、ダラン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 、うわーこの BGM。 さあ行ってみよう、行ってみ、これ確かゴロンの石当たるよね。そうだよね、無理に行く必要はない。まずゴロン石投げて向こう、これで20ダメージ与えるね。オッケーオッケー、ナイス。でエレコには弱点技ワイルドボルトが存在しますんで、これでいこう。でも反動ダメージ怖いな、正直反動ダメージちょっと怖いけどね。31、あ5か、よしオッケー、5ならそんなにつつく。ミス、オッケー、ナイスミス、いいよ、ワイルドボルト。でも、HP200 くらいあったんじゃない?こいつ確か。睨みつける。響いてくるか?響いてきそうな気がするけど、これ。いや、まだ大丈夫。まあ、暗い多分20くらい。え?あれ、終わり?え、弱。雑魚敵の方が強い。あ、やばい。不思議のダンジョンあるあるで。雑魚敵が強すぎて、ボスが弱いパターンだ。まいったぞ、マス。ここは一旦逃げるザマス。お前ザマスだったっけ。おい、ヤムの追っ払ったよ。もう大丈夫。早く降りてきなよ。ダメです。怖くて降りられないです。しょうがないな。助けにから待っててね。いけんの?高いよ。うわ、すごい崖だ。下が見えないよ。しよう、どうしよう。これじゃ向こうに渡れないよ。あ!そうか、そうか。ビビビ。君たちはこの前のコエル。話は聞いた。我々は空からディグダを助けよう。ビビビ。ねえ、コエルも昔助けたポケモンがこうやって協力してくれるんだもんね。大丈夫。間違ってもしびれたりしない。ビビビ。ねえ、助け合いだね。じゃあ。おー、助かったんか。よかった、よかったん、なんだろう。声はすれども姿は見えず。あれ、なんかそれこの前聞いた。あ、もしかして、すごいと思う。これはどうも失礼しました。ドン!どうも、ダグトリオです。あ、パパー!ディグダ心配したぞ。怪我はなかったか?パパが3人いる。パパが3人いるんだよ。キシュールなんだよ、パパが3人いるって。シオさんたちのおかげだよ。おかげで助かりました。ありがとうございました。俺ならコイルたちに言ってよ。今回の救助は僕たちだけは無理だったんだ。それはそれだ。本当にありがとうございました。うん。いやいや、助けたのは当然のことだ。それに、進化系が三味一体というあたり、親近感も覚える。そうだね。その通り。やはりポケモン同士、助け合わなくてはな。いやいや、ほんとかたじけない。うん。それでは、翔さん。ティラさん、ありがとうございました。では。どうやって?今、それはどうやって?では、我々も。あ、ちょっと待って。なんだ?僕たちの仲間に、そうだ、そうそうそう。やっぱ DS も初めの仲間はコイルだからね。同じ仲間。うん。今回コイルたちがいなかったら救助できなかったわけだし、今後は救助するのは仲間が必要だなって思ったんだ。ね、シオもそう思うよね。いらないよ、仲間なんか。どうして仲間欲しくないよ。2匹で十分。僕たちがデューを助けられなかったよ。ティーラ泣いてんじゃん。コイルたちが空中から助けるのどうしようもなかったんだよ。それともシオが救助できたっていうの?
そんな特殊能力しよう、なんかもで、え、なにこれ、実は空を飛べるんだ。薬をやってんのかお前。お前薬を飛ぶ。すいません、やっぱ無理です。なに、お前、俺の宇宙散歩は薬をやってんのか。寝てる。またあの夢だ。ああ、あの人は一体誰なんだろう。ん、今度は少し聞き取れる。え、人間役目。ま、待って、もう少し話を聞かせてよ。ダメだ、意識が。ん、え、最近変な夢を見るって、どんな夢見たの。シオはティラに夢のことを話した。うーん、なるほど。シオ実は人間だって言ってたよね。それってもしかしたらシオがポケモンになったのか関係があるのかもね。ところでシオはどうなの、人間に戻りたいの。究極の問いを今するな。お前待て、その問いは早い。そうだ、あまり考えたことなかったけど、自分は人間に戻りたいのかな。あれ、どうしたの、悩んでるの。まあでもそうだろうね、僕と一緒にいた方が楽しいもんね、しおちゃん。ところで今日は広場に行くって約束だったよね。ほら、仲間を増やそうとか聞きに行くってね。早速行こうよ、プグリのキャンプコーナーへね、しおちゃん。あるよ、わーい、ビビビビ、コイルが仲間になってくれた。じゃあお前もニックネームつけるか。やっぱね、視聴者の名前をつけるって大事なんだよな。リスナーさんの名前つけるわ。お前はアルエだ。もうアルエって出てる。なんでひらがななんだよ。カタカナにすればよかった。なんか変な感じになっちゃったじゃん。ん？あれなんだろう？揉み事かな？わたっこ、あ！あったな、このイベント。仲間を助けてください、お願いします。ダメだ、そんなんで広げられるか。でもどうしても風が必要なんです、お願いします。ねえ、どうしたの？うん、あの騒ぎか？わたっこは救助頼んだが断られてんだ。あそこにいるやつ。ほら、あの真ん中に鼻尖ったやつ。ダーテングってポケモンで、あいつも救助とやってんだけど、あいつのチームがめつくて、お金が足すためだと引き受けないんだ。わたっこまだ頼んでんのに、かわいそうだよな。待て！お前たちは！おお、フーディンだ！あれがあのフーディンか。おい、かわいそうじゃないか。わたっこを助けるには風が必要なのだ。お前の葉っぱのうちは強風を巻き起こせる。お前にとっては簡単なことじゃないか？頼みを聞いてやれ。わかったよ。このフーディンたちが、多分話は出ると思うけど、すげえ。あのダーテンがおとなしく言うこと聞いたぞ。もうメンバーが強えもん。ねえ、彼らは何なの？お前知らないのか？フーディンのチームを。ここらじゃ一番有名な救世だぞ。あいつはリザードン、横向いてるやん。火炎柱に山を溶かす。そしてバンギラス、鎧の方のパワーが自慢。そしてあれがリーダーのフーディン。フーディンは力を込めて超能力で勝負する。資料室5000のスーパースローを持ち寄せ、世の中の出来事は全て記憶してるらしい。命令するのは全てフーディンだ。いわばチームの司令塔だな。ありがとうございました。いや、当然のこと。また断れるのはわしに言え。では。かっこいい。さすがゴールドアンカーの救助隊だな。でもこれ確かフーディンき、あれピコってなんなかった？あ、なった。おー、何か。どうした？いや、なんでもない。行くぞ。ひゃー、びっくりしたな、もう。かっこいい。うーん、しよう。僕たち負けたらんないよ。仲間につけて一流の決断しようね。あ、すーませせるかよ。お前を絶対俺は許さない。
シュウさん、ティラさん、なになに、今日は何、あ、キャタピー懐かしいじゃん、久しぶり、お願い友達を助けて。どうしたの？友達とトランセル君と一緒に遊んでたんだけど、トランセル君森まで出られなくなっちゃったんです。ふふ、それ大変だな、キキキキキキキ。あんたたちは、トランセル君たちが俺たちが助けてやろう。ちょっとキャタピーちゃん、僕たち頼んでんだよ。お前たちに助けて思うのか？なんだって？誰が助ける関係ないね。助けた奴が偉いのさ。うん、ケタビちゃん、こうしないか。どちらか先に助けた自分の俺を分けるってのは。僕、お金持ってないです。そんなの心配しなくていいよ。お金だとお母さんからがっぽりもらうからさ。あ、そうだ！せいや、俺たちの仲間になったもの。ケタビちゃんが仲間になったら一番カムリしてるからね。ウケヒヒヒ。そうやけどティラ、最近助けたの勝ちるけんね。おい、行くぞ、さっさと終わりそうぜ。心配しないで、僕たちは先に助けるよ。しよう、早く行こう。